そのまま離れへんねんて。だから、なんでなん。どうもオカルトコレクター田中俊樹です。どうも元仮想場職員の下田花尾です。見返り橋、ほうほら覚えてます、見返り橋、はい、高知、あ、そう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 、はいはい、あの僕らが、うん、ちょ行こうやって言ってもやっぱやめようって言っていかんかった、うんうん、もうあんなんな無理やで。あんな話聞いたら、いや、そやな、あの幽霊とかちゃうやん。全然全然、まあ見返り橋っていう、うん、まあまあ心霊スポットと言われてるところですよ、うん、要はそこの見返り橋なんで、うん、その橋をまあ車で渡ってる時に、うん、まあそのサイドミラーとかバックミラーとか見たらダメよってやつなんですよ、はい、後ろ、そう振り返ったらあかんの、うん、振り返ったら何か言ったらなんかおばあさんが映ると、うん、バックミラーに、いや夜中のおばあちゃん怖いから。そうやな、怖いの体験しますもんね、夜中のおばあちゃん怖い、うん、でしかもそのバックミラーおばあちゃん映ってんねん、走ってるやん、そのまま離れへんねんて。だからなんでなん、そのなんでバックミラーにもう張り付いてるというか、うん、そのおばあちゃんの全身がみたいな、うん、そういう話があって、はいはい、でさらにもうワンランク上があんねんな、うん、その見返り橋の心霊スポットで有名なんが、うん、それがもう完全に自分の目で振り返ると、うん、もうこれもうほんとダメっすみたいな、これわかんない、ね、そうで、それしたらどうなるかって言ったら、うん、ガッてもし自分の目で後ろを振り返ってしまった場合、うん、はい、車の後ろのガラスにおばあちゃんがババーン、いや心臓止まるって怖すぎる。そんな激しいん、そんな激しい、それもうとかあるの、あれやろ、京都のお化け屋敷やろそれ。めっちゃ怖いやんか。そんなことすると思う、まあ、っていうような、あのなかなかにその結構ハードな見返り橋、ね、見返り橋っていうのがあって、はい、でまあなんかなんかの時に、まあ、行こうか、うん、夜にって言ったけど、うん、なんかナビ見て、うん、なんかもうちょっと遠いしもうええやんって、山の中やし、もうしんどいわって帰った、うんうん、あの見返り橋なんですけれども、うん、あのなんでそう言われるようになったのかなっていう、うん、あ、いわくね、うん、で曰くって高知の人に聞いても誰も知らんねん、うん、なんですけど、うん、独自に調べた人がいるんですよ。ほう、それが、うん、高知県でですね、うん、手品バーをやっているマスタージャックさんが、ほうほう、あ、そうなんや、はい、やっぱ本当に怪談とかそういうのが好きで、うん、由来とかね、言われとかも調べるのすごい好きなんですって、うん、まあ、だから絶対そうとは言い切れないけど、まあ、おそらくこうなんじゃないかな、それ面白いっていうのがなんかあったみたいで、うん、それがめちゃくちゃ昔ですよ、うん、高知といえば、うん、よさこい祭りってあるじゃないですか、うんうん、で、まあ、よさこい祭りはもうめちゃくちゃ高知の人たちがもう超大事にしてるというか、はいはい、もうよさこいって感じなんですよ、魂ね、そう、でも、 もう前代未聞ですよ、コロナで2回延期になったわけですよ、はい、よさこい祭りがね、うん、でこれってほんまに超前代未聞で、うん、なかなかそのよさこい祭りを中止延期するなんてこともう全然ないんですよ、うんうん、なんですけど過去に1回だけあると、うん、それが本当何十年も前に、はい、土砂災害でめちゃくちゃ結構大惨事の事故があったっぽいんですよ。あ、そうなんや。そうやね。でそれがあの見返り橋のある場所らしいんですよ。ほー、実はじゃマスタージャックさんがめっちゃ調べて得た、まあ、情報なんですけれども、はいはいはい、だからあそこ本当に結構な方亡くなってんで、うん、そういうマジやねんって、うん、でも今はその誰も知らんのよ、その曰く、うん、なんやけど見返り橋でとりあえず見返ったらダメ、振り返ったらダメっていうのだけ残ってんねんけど、実際にあそこは本当にそういう場所なんですよ。あ、そうなんや。そやね、だからこそなんやろな。あ、そうそうそう、だから何もなく、うん、なんとなくここの橋の雰囲気が怖いし、うん、街灯なくて暗いからなんとなくみんなであそこは心霊スポットだって言ってんじゃないらしいです。マジらしい。土砂災害で結構なくなってんねん。結構なくなってんねん。結構なくなってんねん。いや、そいつはもうおばあちゃん一人ちゃうやろ。先生だからこれで、だから本当にいわゆるその作られ、うん、まあ心霊スポットなんていうもんって、うん、まあ、半分作られたようなもんもあるけど、うん、そこは、まあ、ある意味本当にそのね、言われがあって、そういう場所やったっていうのもあって、そういうふうに言われてるから、うん、まあ、これガチなんで、言ってください。うん、いや、なんでやん。マジで。後ろ向きで歩いて、こうやって。いや、なんでやん。いや、もう俺はおばあちゃんの怖さをもう味わったから、もう嫌やねん。夜中のおばあちゃんめっちゃ怖いから。めっちゃ怖いな。夜中のおばあちゃんマジやばい。いや、そやろな、うん、やっぱそのなんかいるはずのないのがいたら怖いよな、うんうん、そのおばあちゃんに限り、おじいちゃんでも怖いけど、おじいちゃん、いや、でもやっぱおばあちゃんの方が怖いんちゃう。ああ、
なんか女の人の方が怖くない？あ、いや、まあ、まあ、そうかな。おっさんのが物理的に怖いけど、うん、なんか幽霊はやっぱ女の人の方が怖い気する。ああ、そう、うん、それはあれちゃいます。女の人に恨まれるのことやって日頃からやってるからあの多分潜在的になんか本能的に女の人への恐怖心があるってことでしょ。なんでやねん。じゃあやっぱ怨念とかそっちかなと思って女の人。ああ、でもムッキムキのおっさんも怖ない幽霊で。いや、もう逆におもろいよ。ムッキムキの、なんでムキムキで幽霊になっとんの？あの幽霊でリンゴとかグシャーって、ね、そんだけ筋肉つけて幽霊になるの？そう。何があったよ逆に。頑張ってたやないか。まあまあ、っていうね、今そういうことがありましたよ。はい、やっぱりそれ調べていっておもろいよな。あの、そうそう、言われてるけどなんでかなっていうのは、うん、それやっぱマスタージャックさん、うん、マスタージャックさん素晴らしいね。でしょ。だからまたコーチ、あの、行った時一緒に行きましょう。紹介しますんで、うん、結構詳しいってこと他にも。あ、そう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 、やっぱあの独自に結構調べられてて、うん、すごい面白い。あの昔はじゃあ全然違う今名前の橋になってるんですけど、昔はガンギリ橋っていう名前やったとか。ああ、それもコーチなんですけど、だからおじいちゃんとかはガンギリ橋って普通に言うんですけど、うん、今その橋の名前それじゃないから誰も知らないんですけど、うん、ガンギリってガンっていう顔、あ、顔だからこう首切ってたっていう、その橋のところで、だからガンギリ橋っていう名前やったけど今は名前変わってる。じゃあ処刑場みたいな、みたいな感じ、はい、まあ、首洗い的なっていうのとかを結構あの独自に調べて、面白い、めっちゃ面白いんで、うん、話もマジックだから、またマジックなんやけど、うん、なかなかおもろいで、マジック関係強いな。いや、あのマジックバー、うん、あの単純にやけど、うん、なんかなマジックバーって各都道府県な一軒はあんねん。あった、長崎もあったな。そうやろ、一軒はあるやろ、うん、そうやな、まあ、長崎のとこはなかなかなすごかったな、うん、ゲイでもあるぞ。あ、そうやな、うん、まあ、なかなか1個また乗っかってるから。あの口パクのやつおもろかったな。マジックでもなんでもないけどあの CD に合わせてもう完璧な口パクをやるってやつ。何の歌なあれ。まあな、まあ確かにな、夜中におばあちゃん怖いよな。怖いわ。あのあれあれは高校生の時にさ、うん、原付乗っててな、で、うん、夜の12時ぐらいやわ、うん、であのとある駅の路地、うん、まあ、家に帰るだけなんやけど、ブーンって行ってたら、うん、おまわりさんがピーって来て、なんかで、どこ行くのと、家帰るだけっす。まあ当時やから、うん、今多分なんかあるやん、何時まではどうとか、うん、別に当時そんなあんまりっていう感じの時代やったから、どこ行くの、いや家帰るだけなんすよって言って、で危ないやろって言われて、うん、いや危ないやろってか、でもあの別に普通の細い道で多分 2,30km とかね、マジで、うん、そんな危ない、別に普通なんやけど、うん、危ないやろって言われて、うん、もしあのちっちゃい女の子が急に飛び出してきたらどないすんねんって言って、うん、言った瞬間に僕も怖ってなったし、おまわりさんも怖って言ってえって言って、めっちゃ怖いっすね、そんな時間にな。そうそう、めっちゃ怖いっすやんって言ったら、別の意味で怖い、そうそうそう、せやなって言ってた。おまわりさんも怖いっしょ言うてんっていう話もありましたけどね。まあまあまあ確かにね、まあ、調べていきましょう、なんか今後も、はい、そうですよね、うん、あのだから偽情報もありますよ、うんうんうん、なんかここでなんかあの一家心中があったとか、まあようあんねんけど、はいはい、なんか結構その事実なかったりするから、ね、うんうん、まあ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 、そういうのも調べるのも面白いですよね、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ムキムキのおっさんも怖ない幽霊で。